さん絵文字があったりするとちょっと引いちゃうのね、個人的に。たくさんはおじさんみたい。いやだ、やじゃん、やじゃん。返事するの忘れちゃって。わかる。でそれが5日後とかになったら今更返事するのもあれってなってずっと考えちゃうかも。見返す。わかる。わかるよね。わかります。あれ、え、見てくれたかなとか言ってところで、れいかちゃんさ、はい、ほらドラマの企画、うんうん、次もしあるとしたら、うん、どんな役やりたい？いつもの自分と性格は真逆に近いキャラやってみたいですね。じゃあどういうキャラ？例えばめっちゃ可愛い、うんうん、ぶりっ子な感じとか。あー、田中みな実さん系ねなるほどねじゃあちょっとそういう役で企画書立ててみようか。そうです、ね、どうも、うん、こんばんは。森さん待ってました。いやー、もう10分遅刻、ね、外で聞いてました。本当？れいかさんがね、ぶりっ子、うん、ぶりっ子、ぶりっ子、意地悪キャラよりは、うん、まだいけそう。でもなんか意地悪キャラもちょっと見てみたいかも。どっちかでオファーします。はい、お願いしますお願いしますというわけで今回もれいかちゃんがゲストとして来てくれました、はい、お邪魔してます。事務所の先輩なんで、はい、あのお会いは何度かしたことね、何度かね、はい、あんまり現場でね一緒になることがないんでね。ないですね。ちょっと変な空気感になっちゃうかもしれないんだけど実は仲いいので大丈夫ですというわけで今回は最新版のできる男の LINE テク、うん、お話ししちゃおうと思います。大丈夫です、はい、よ。これもね、できる男の条件みたいな特徴みたいなのと合わせて、うん、まあ、もう何年前かな、3年前ぐらいに、4年前か。そうですね、2020年の9月に公開されてるので。わー、めっちゃ前。4年前にね一度お話ししてるんですけど、はい、もう大荒れでしたね、あの時。大荒れです。コメント大荒れ厳しいっていうお声をねたくさんいただいたんです。そんないつも厳しいんですね。そうなのよ。今回はれいかちゃんのね、その LINE テクっていうのをね聞いてみたいなと思います、うん、はい。LINE はしますか？もちろんします。主なコミュニケーションツールは LINE の主な電話ちょっと苦手かも、あ、そうなんだ、うん、かかってきたらドキッとするし、そうなんだ。どんな声で出ようとか声の調整から入るのねあとバイバイっていうタイミングがやっぱもう最初から、うん、いつ来たんやろうとか、向こうが言ってくれるんかなとか。バイバイのタイミングは結構わかるかも。でもなんか今すごい新鮮だったのが、れいかちゃんもこれ使うんだと思ってこれ何年前だちょっと古いかもしれない。ちょっとね、それがすごい可愛かった。そうね、前回のちょっと軽く振り返ると、うんうん、はいはい、デートが決まってからのやり取り、うん、そしてデートが終わってからのやり取り、そして2回目のデートの誘い方、つらつらとお話しさせてもらったんですけど、結局は相手のことをまあなんとなく事前に、うん、SNS とかで知った上でこういうお店に今度行ってみないみたいな誘いをしてみる、うん、みたいな感じが素敵かなって思ったりしてました。れいかちゃんは例えばなんかこういう LINE の人すごい胸キュンしたとかはあったりする、うん、世代的にも長文じゃなくて、あ、こう何個か短文に分けて送るじゃないですか、うん、その要件が多い時って1個にまとめてとか、うん、なんか何個か抜かして返すんじゃなくて、うん、私が3個送ったら3個に返信してくれる人、うん、何回もそれぞれに返信をしてくれる人、そう、こっちの気持ち考えて、うん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 、丁寧に考えて返してくれるなっていうので、うん、すごいわかる。結構私世代みんなそれわかるって言います、うん、めちゃくちゃわかる。私もワンセンテンスが短いっていうことが結構大事だよね、うん、そうなってくると、はい、しかもそれに対してちゃんと一個一個に答えてくれる。そう、なんか合わせてくれてる感じも嬉しいし、テンポとかをね、はい、あ、大事。あとさ、私思うんですけど、うん、挨拶なしに急にそういえばこの間のどうだったっけとかっていうのを挨拶一言入れてほしいなと思うんですよ。あ、気にしたことなかった。本当？いや、私なんか、ないかもしれない。関係性がね、なんか、うん、すごい近ければいいの。例えば仕事上の方だったりすると、うん、てか何とかでしたっけみたいな感じで来ちゃうと、うん、あ、ちょっと LINE でも挨拶はしていただきたいって思うタイプ、うん、私は、うん、あ、そういう考えがあったの、うん、知らなかったかな。仕事で例えば会って、うん、
て例えばちょっといい感じになるじゃないですか、うん、連絡させてもらうのであれば、うん、基本的にベースは敬語がいいんですよ。なんだけど本当に本音がこぼれる時だけフランクな言い方にしてくれるとちょっとキュンってしちゃうんですよ。なるほどね。絵文字とかは使った方がいいんですか？絵文字論争はこの間あったと思うんですよ、うん、前回、うん、たくさん絵文字があったりするとちょっと引いちゃうのね個人的に、うん、たくさんはおじさんみたい。やだやじゃんやじゃんたくさんは無理です。やだよね、うん、2個までならいけるか。あ、個数制限あり続けて2個まで続けて3個はちょっとおじさんってなるけど、わかる。半分でサクサク連絡来て、うん、絵文字ないとちょっと怒ってんのかなって思う時ありません？絵文字ない人は全員ちょっと思っちゃうかも。どういう心情でこの文書いてあるか。え、本当？うん、私はなんか時々であればいいかな。なるほど。スタンプをなんかいろんな種類のを持っていて、うん、毎回違うの送ってきたりする方ってちょっとハテナになっちゃうんですよ。いろんな方に送ってるんだろうなとか、うん、ディズニーとか。うわー、なんかちょっとディズニー嫌だ。女の子が好きで買ったんかなみたいな。女の子に好かれようと思ってそうやってるの嫌だね。いや今はもう仕事でも LINE って使うじゃないですか。そうですね、僕は結構相手に合わせます。スタンプをあの使ってきたら同じ、うん、全く同じだとちょっと気持ち悪いから、うん、ちょっと似たようなスタンプを使ったり、うん、それめっちゃいい。それいい。あ、でも確かにそうかもね。なんか温度感合わせてくれる人いいよね。いいですね、うん、あとさ、あの絵文字の流れで言うとさ、アイコンがさ自分の決め顔でさ、ま、丸のさあの中にさいっぱいにさ顔とかやったら嫌じゃない？絶対無理。絶対だよね。アイコン問題ね。私は前回から言う通り、ちょっと引きのなんかゴルフのショットだったりとか、うん、自分の飼ってらっしゃるワンちゃんのペットの写真とかがすごい嬉しいなと思うんですよ、うん、アイコンも大事だけど、うん、そういう点でもフルネームの人、うん、めっちゃ好きです。あ、でもあんまりないかもね。あんまりないです。あんまりない。でもこの人はめっちゃ正々堂々としてる。ブラックの要素がないよね。ブラックいいで、そこでいいで、確かに確かに。で、アイコンは何が正解にします？私初期設定も好きです。初期設定フルネーム結構もうなんか潔いし自己主張ないしみたいな、SNS やってませんよみたいな人ね。そうそう。でも逆になんか女性でこういうの引いたとかはありますか？気になるかも。やっぱ帰ってこないっていうのは男は一番傷つきます。あ、まあ俗に言う既読スルーですね。あ私結構しちゃうんですけど。そうだね。でも結構こっちも罪悪感ですごい辛いんです。辛いんだ。辛い。あ、よかったよかったよ。例えば忘れられてはないんだ。忘れてないです。その一時期忘れてるんです、うん、見て、うんうん、例えばいつがいいとか聞かれて、はいはい、ああちょっとこの週難しいなとか考えてたら、うん、返事するの忘れちゃって。わかる。でそれが5日後とかになったら今更返事するのも罪悪感がありすぎてはい、はい、そのページをまた開けないんですよ。わ、悪いことしたからもうごめんなさいって蓋しちゃうのね。しちゃう時がたまにある。私たちの仕事上さ、やっぱりそのスケジュール組むの結構ちょっとね大変だから、先々の予定が立てづらい方は既読スルーになりがちかもしれないですね。でもやっぱりさ、いつの時代もそうだと思うんだけど、うん、俺通信今ここいます、今こんな感じですはい、はい、東京はどんな感じみたいな、うん、なんか海外からね、うんうん、送ってきてくれたりする。嬉しいけど、うん、そんな興味ない興味ないってか返しづらい。返しづらい。いや僕も男でもそうです。興味があることだったら、ね、うん、いいなってなるけど。そうですね、まあ、それ以上ないですよね。そうなんですねみんなどんなことで困ってるんですかね、LINE って。あとあれかも、うんうん、これは返した方がいいんかな、それとも自分が返した方がいいんかなって悩まさせられる返答結構苦手かも。ハテナで終わってなくて、だけど割としっかりこう内容はくれていて、うん、とかそれなとかで、うん、あ、それなのねとか来たら、私はそれなのスタンプで返すんです。でも私もあのさ、最近さこのリアクションスタンプ増えたじゃん、うんうん、はいはいはい、もうあれめちゃくちゃ神ね、僕も思います。それでんとかっていうやつでありがとう。嘘ですね。だからそのリアクションスタンプがついたら終わりって僕は思ってます。あ、そうですね、うん、そう、私もなんか、うん、エンドのスタンプだと思ってるんで。そうですよね、はい、あとはお聞きしたいのが、うん、はい、あのレスの速さってどうですか？あ、レスのスピード感めっちゃ難しい。これ難しいけど、どう？速い方がいいですかね。
どちらかというと私も早い方がいいと思う。あ、本当ですか。うん、ただただ早いだけじゃダメなんですよ、うん、やっぱり相手が今だったらなんとなく返しやすいかなとか、うん、この時間帯だとちょっと失礼かなっていうのをやっぱり配慮は絶対必要だと思います、うん、私何時でも5時とかでも4時でもいいです。いい夜の方が即レスできるんで、うん、12時とか1時とか、まあね、なるほどね、うん、その時にポンポンポンって弾むと楽しくないですか。あ、確かに。私前提で仕事の人、うん、って思い描いてたけど、仕事の人恋人っていうかその気になる人だったら割と何時でもいいけど、一個なんか例えば気になってる人と LINE をしていますで結構ポンポン進んでたのに、うん、急に滞ったりすると、うん、結構気になって、はいはいはい、あれってなってずっと考えちゃうかも。見返す？わかる。わかるよね。わかります。あれ？え、見てくれたかなとか言って既読を確認したりとかするから、うん、悪い男はそうやって食べる、あの、なんていうの、コントロールしてるなって思う。燃えるタイプですか？燃えるっていうよりかは結果的に気になっちゃってんなみたいな。でも気になっちゃってで私冷めるかも。あ、なんか帰ってこないからもういいやって思っちゃうかも。そうね。え、本当に帰ってこなかったら冷めるんだけど、うん、それがまたいいタイミングで帰ってきてたりすると計算なんですかね。うまいなって思ったりする。なるほどね。これは多分女の子のテクニックとしてもありそう、うんうん、ありそうだね。使ってる人多いですね、うん、男性は計算しない方がいいのかな、うん、なんかそれを女子にさせてあげるぐらいの大きい、そうだね、大きい心で受け止めてくれる人の方が、うん、余裕があって結果的にモテるのかなって思ったりもします。正々堂々来てほしいですよね。そうだね、うん、なんで皆さん、あの、駆け引きとかせずに潔く、ね、正直に潔くお相手にメールを送ってみてください、うん、はい、メールじゃないね、 LINE を送ってみてください、ね、ぜひ駆使してね、はい、仕事もプライベートも、ね、充実させたいですね、うん、LINE のなんかどこの具体的なお困りごと、うん、なんかこういう聞き方で困ってますとか、返し方困ってますとかもしあれば、うん、あのイベントを、ね、開催するときに聞いていただいたりとか、うん、そうですね、あとはまあコメント欄に皆さん、ね、記載していただけると私たちも、ね、お答えできるので、うん、お待ちしてます。お願いします。今度 SNS 編やりましょうよ。SNS はそう、これはまた厳しい。SNS のプロからぜひそういう SNS いろいろあるからね、ありますね、SNS も大事やな、ね、大事だよね、はい、じゃあ次回は SNS 戦やみ上がり、やみ上がり。れいかちゃんまたよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日は楽しかった、ね、森さんありがとうございました。ありがとうございました。それではまたね。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録はこちら。おすすめ登録はこちら。